栗村治は、横浜市西区出身の自転車ロードレースの元プロ選手、有限会社マビスポーツ代表、一般社団法人全日本実業団、自転車競技連盟副理事長、一般財団法人日本自転車、普及協会士官調査役、J スポーツの自転車ロードレース解説者としても親しまれている。中学2年生の時に宮田製のロードレーサーを入手し、 15歳から本格的にロードレースに取り組む。高校中退後、フランスの南都に留学して、クラブチームに所属。その後帰国し、全日本実業団選手権を中心に、日本国内トップクラスの成績を収める。当時のホームコースは、玉川サイクリングロードや玉丘陵で、飯島誠ら玉川サイクリングロードで練習する選手で、 玉川連合なる集団を形成していたと、10回している。1996年に契約選手第1号として、島のレーシングに加入。1998年に、市川正都氏の推薦により、ポーランドのプロチーム、ムロズと契約、ヨーロッパチームとプロ契約した10人目の日本人選手となる。しかしながら、欧州プロロードの厳しさを痛感し、 これといった成績も残せずわずか1年足らずで欧州から帰国。2000年に宮田、スバルレーシングチームと選手契約。2001年に29歳で現役引退。2002年からは宮田スバルの監督となり、2007年シーズン終了後のプロチームとしての活動休止まで同チームを率いた。2008年はスキル島の2009年は島のレーシングで、 スポーツディレクターを務め、2010年は宇都宮ブリッツェンの監督に就任した。2013年シーズンで宇都宮ブリッツェンの監督を退任し、2014年はテクニカルアドバイザーとしてチームに携わった。2015年以降、ツアーオブジャパン大会副ディレクター、ディレクターとしてレース運営の仕事に就いている。また自転車チームの高知業と並行して、 J スポーツの自転車ロードレース中継で解説者も務めているほか、2009年から週刊少年サンデー連載の自転車ロードレース漫画ツールの監修も手掛けている。2000年から J スポーツサイクルロードレース中継で解説者としても活動している。監督経験を生かしたレース中のチーム、選手の戦略分析や視聴者にわかりやすく説明する技術に長けている。 自分の失敗談も臆せずに披露したり、現地映像の選手たちの会話シーンにいい加減な、セリフを当てれこしたりというモアを交え、実況担当者や視聴者の笑いを取ることが多い。一方で、当てこすりや上げ足取り、嫌味な言動などは、決してしない、恩恵な姿勢を取る。解説中、外見的特徴から選手を瞬時に判定する、判断力があり、 現地放送よりも早く正確な場合がしばしばある。時には、選手が点にしか見えないような空撮映像から、ペダリングの特徴だけで見破ることもある。また、選手がチームカーに補給を取る際に、補給を行いながら、チームカーで選手を加速させる。遅れた選手が、チームカーに牽引され、集団復帰を手助けするなど、ルール違反すれすれのグレーゾーンについて、 自ら監督を経験した時の逸話を交えながら、解説を行うこともしばしばである。お気に入りの選手として、上から読んでも下から読んでも同じなので、名前が好きなイニアキーさし、起き手破りな走りをするというロビー・マキュアン、パオロベッティーニなどを挙げ、綺麗にスマートに走って勝つ選手よりも、人間味あふれる選手や走りの方が好きだという。年ロでイタリアの解説において、 フリオ・アルベルト・ペレスにも好意的な発言をしていた。中継では、今中大介、長井隆史樹、安倍義幸らと同時に解説に入ることもある。実況を担当するサシャとのコンビは、我らワールドの通称で視聴者に親しまれている。2007年ツールド・フランス第12ステージの中継では、ゲストであるパックン・マックンのパトリック・ハーランに終始、いじられたが、無難にボケつつ、 レース解説も過不足なくこなしてみせた。ベルギーで、婦人会帰りのご婦人たちが横風を受けながら、戦闘交代をして走る話をおはことする。また、しばしばステージ優勝者のガッツポーズについて、評論を行い、ガッツポーズ評論家と自称している。レース予想では、本命に挙げる選手が、パンクや、落ち者などの悲運に見舞われ、不本意な成績で終わることが多く、 デスノートをもじって、クリーノートと呼ばれることがある。解説中、選手の特徴をうまく表現したキャッチフレーズ、相性をつけている2007年ツールドフランスの第15-16ステージにおいて、アレクサンドルビノクロフ、ミカエル・ラスムス戦が相次いで危険に追い込まれた直後の7月26日の解説では、UCI プロツアーの選手たちが、 人権も無視された徹底的な監視下に置かれていることを強調し、風邪薬は愚かスタミナドリンクも迂闊に飲めず、消炎鎮痛剤もまみれないなどの極端な薬物規制下に置かれ、各種のプロスポーツの中でも相対的に見て最もクリーンな状態にあると主張した。この日の栗村は、これ以上厳密にドーピングを排除したいのなら、もう選手をモルモット状態で管理するしかない。 5年後には、コーヒーも、規制薬物に指定されていて、選手たちが懺悔させられるかもしれないなど怒りをあらわに、し、ロードレースにおけるドーピング適発を魔女狩りに、例えていた。しかし、ランス・アームストロングのドーピング問題発覚を契機として、かつてのヨーロッパの自転車レース界に、ドーピングが蔓延していた事実が、明らかになって、以降は、むしろドーピングを行ってきた、選手、 ドーピングを蔓延させていたヨーロッパの自転車レース界に対して厳しい見方を示すようになっている。2009年のツールドフランスのテレビ中継解説中、7歳の女の子から送られてきた栗村さんのことをシュークリームと呼んでいますというメールが紹介されて以来、シュークリームの愛称もついている。この年の最終ステージの中継では、実況のサシャからもシュークリームさんと言われ続け、 本人もそれに応答していた。宇都宮ブリッツェンの公式 HP でも明示され、ブログのタイトルもこの愛称から取られている。島のレーシングの HP ではクリちゃんとも紹介されていた。出身地は公式サイトプロフィルトパール、泉サイトインタビューによる、頑張れ、ベースターズ、栗村治ブログ、2014年1月17日、閲覧、JBCF について、 組織遠隔、概要。2020年9月18日閲覧。主から栗から、村。2015年3月2日閲覧。もともとは2003年のツールドフランス中継において、サシャが命名した。2008年には、J スポーツのオンラインショップにて、我らワールドチャンピオンシップのロゴ入り T シャツも発売されたほか、二千十三年四月からは二人による、ロードレース情報番組、 J スペシカルプレゼンツようこそ。我らワールドもスタートしている。ハット、ゼロトレランス文化の違いを着て、ありがとうございます。